皆さん、おはようございます。太田昇、路上で散布スピーチ今日も行います。はい、今日はですね、横浜駅西口で立っております。ある会、倫理法人会というところの、横浜市西区倫理法人会に行ってきました。この人ですね、松永英雄さんの話を気に入ってきたんですね。はい、松永さんはですね、僕は日本一の普及拡大人と、感じています。普及を拡大する、人を集めるという日本一の人だと私は信じています。松永さんはですね、朝礼を毎日すごい朝礼やってるんですよ。皆さん、おはようございます。はいの実習を行います。はい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 やってるんですよね。これはですね、大人の人が本気に何かを行わなければ子供はついてこないですよ。経営者の人が本気でこれから話します、働きます、喜びます、何でも済んで行います、この気持ちをですね、経営者が見せないで雇われてる方がついてくるわけないじゃないですか、ね。あと朝礼というのはですね、朝その日を生まれて、今日この日を生まれた、おぎゃーですよ。今日もおぎゃー生まれた、この、命への感謝、そして、残りの人生の今日が一番最初の日、その日を迎えられたことへの感謝、これを確認する大事な瞬間が、それが朝礼です。はい、そしてですね、この、倫理法人会という、学びはですね、私は品川区倫理法人会で、毎週木曜日ですね出ていますけれども、哲学書とかですね、ビジネス書、皆さんお読みになると思うんですね。で、読むと、なるほどな、そりゃそうだよな、自分もやってみようと思うって思うじゃないですか。でもこれね、絶対理解しただけでやらないんですよ。ですから大人の人こそですよ、本読みます、いっぱいインプットします、これも OK です。だけどもう大人なんですから、ピピッと感じたことをまずやってみるんですよ。やってみる、やってみて、それからどうなのかっていうのを後々いろんな哲学書なりビジネス書を読んで、あ、自分のやったことって合ってるじゃん、そのね、順番を僕は変えた方がいい。インプットを考えて、どうしようかな、これできるかな、恥ずかしいな、得になるかな、得にならないかな、考えているうちにやらなくなります。ピピッと感じたらまず一歩踏み出す、これです。今ね、いろんな方がこう通ってますけど、あのおっさん一人で熱くなってどうしてんだ、何言ってんだという目で見てますけど、でも実は内心でですよ、あんなパワーが出たらいいなとか思ってくれてる人も絶対いるんですね、この中にね。はい、良いお呼びをしていきましょう。松永英雄大先生、今日もありがとうございました。はい、ちょうど3分です。皆さん良い一日を。 Have a good day。